吉井勇役、源氏物語、幻春が来ても源氏の君の悲しみは変わらなかった。年賀の客は例年の通り来るけれども、病気だと言って会わなかった。今年は還元の遊びもなく、 女たちのところへ通ってゆくということも耐えてしまった。源氏の君はこうして同心が深くなってゆくにつけても今らのように開墾の情に耐えないことばかりが思い出されるのであった。それは女三宮が六条院へ来て間もなくのことであった。 紫の上はさらに恨むような顔も見せなかったがある雪の降った暁に宮のところから帰ってくると女は涙に濡れた袖を男に見せまいとして隠した源氏の君はそんなことを思い続けて眠らない朝などにひどい雪ですことと言っている女房の声を聞くと 今でもその暁のような心地がして悲しかった。源氏の君はだんだん寂しい日を送るようになった。今は夕霧ともミスを隔ててでなければ会わなくなった。中宮は源氏の君を慰めるために三宮を六条院へおやりになった。まだいたいけな子が 紫の上の言葉を覚えていて、勾配の木を大事にして見回るのも哀れであった。桜が咲くと三宮は、私の桜が咲いたから、貴重で囲んで散らさないようにしよう、と言って喜んでいた。そんなことを聞いていると、源氏の君も微笑まれた。その日、源氏の君は、 ふと、にょ、さんのみやでもたずねてみようかと思ってでかけていった。ちょうどみやは仏前で一心に経を読んでいるところだったが、それが源氏の君にはうらやましかった。仏前の花の美しいのを見て思い出したように、あっちの山吹きが見事ですよ。植えた人はもういないのに。 と言ったけれども、宮には男の心の中の悲しみが分からなかった。咲いても散っても、世を捨てた身に関わりもないという返事を、源氏の君は物足りなく聞いて、そのままそこを出て、明石のところへ回った。そこではしみじみ昔の物語などをした後で、源氏の君は、 今の自分の悲しみを解いて、妻、明に竜理の火を送っていた頃は、死んでも心残りがないと思ったのに、その後、心にもない情の絆にとらわれて、今では出家もできない身になってしまったと、心苦しそうに言って聞かせるのであった。紫の上のことを言われないのが、 明石にはかえっていたわしく見えた。夜更けるまで話をして源氏の君はかえって行った。翌朝、源氏の君から明石のところへ、いずこも仮の世と思いそうらえば、泣く泣く立ち返り申しそろう。と書いた手紙が来た。 女はそれを読んで涙ぐんだ。葵祭りも過ぎてさみだれの頃となった。月があって立花の匂うある夜のことであった。ホトトギスを待っているうちににわかに雲が出てすさまじい雨となり灯籠の明かりも吹き消されてしまった。 源氏の君の長言歌を歌う声が闇の中から悲しげに聞こえた。夕霧はこんなことではとても出気はなされまいと思った。またハスの花が咲く頃となった。源氏の君は一日ぼんやり池を眺めて暮らした。日暮らしの声を聞いても しみじみ一人でいるのが寂しかった。蛍が飛んでいるのを見ると、石電蛍飛んで重いぜ然という句が思い出されて、また長文歌が口ずさまれるのであった。七夕が来たけれども、今年は何の催しもなかった。源氏の君は、 夜が吹けてからただ一人起きて、つまを押し開けて空を見ていた。庭には霧が雨のように降った。八月になって紫の上の一周期が来た。その当日にはかねてから用意がしてあった極楽の曼荼羅の供養があった。九月、十月と 冬に近づいてゆくにつれて、源氏の君もだんだん心細くなってゆくように見えた。頓腺の日も近づいたと思って、女たちにもそれぞれ形見の品を分けてやった。後に残して人に見られたくないと思うふみなどは、みんな目の前で破らせてしまった。妻にいる自分、 紫の上から来たふみもこの中にあった。源氏の君はそれを見るとたまらなくなって涙を流した。同じ空の煙になるがいい。源氏の君はこう言って破ったみをみんな焼き捨てさせた。十二月の仏名ももう今年限りだと思うと 僧たちの鳴らす尺状の音も哀れに聞こえた。源氏の君は年頃知っている同志の頭の白くなっているのが今らのように目について我が身の上が帰り見られた。久しぶりで源氏の君の顔を見たので老僧たちの中には涙をこぼしているものもあった。 源氏の君は三宮のついなの声ももう聞かれないと思うとさすがに胸がいっぱいになった外は雪が音もなく降りしきっている夜であった仁王宮源氏の君は嵯峨の寺に頓生して それから数年の後にこじた。源氏の君の雲隠れの後は光が消えたようにこの世は急に寂しくなった。天下の人で源氏の君を恋したわぬ者は一人もなかった中にも六条院に住んでいた人々は何につけても思い出して嘆いた。 人の盛りの長くないということが今更のようにしみじみとみんなの胸に感じられた。今、せめても源氏の君の面影を忍ばせるものは、明石の姫の産んだ当代の三宮と、柏木の子だけれども源氏の君の末の子になっている薫との二人だけであったが、 それとても源氏の君の美しさとは比ぶべくもなかった。三宮は紫の上の遺言で二条院に住んでいて、もうその自分は元服して兵部卿の宮と呼ばれていた。源氏の君が高じてからその周りに集まっていた女たちも、 なくなく自分の住みかと定められたところへ移っていった。花ちるさとは東の院へ、女三の宮は三条の宮へ移って行き、明石だけは多くの宮たちの世話をするためにただ一人六条院に残った。中宮も宮中をあまりお出にならないので、 六条院が急に寂しく人づくなになったのを夕霧は見て元の紫の上の殿に落ち葉の宮を移して雲井の狩りのいる三条の家と一夜置きに通った上皇は源氏の君からの頼みによって取り分けて薫をおかわいがりになった 元服も重詩の時に上皇のおいでになる霊誠院で行われた。その年の2月には自重になり、秋にはもう右近の中将になっていた。薫は幼い日に源氏の君の涙を見たことが不思議にいつまでも忘れられなかった。謎のような言葉も まだ耳の底に残っていて、絶えずそのことが心にかかるけれども、今は問うべき人もなかった。そう思うと、母の女三宮が、まだ若いのに、急に尼になったのも、何か用を捨てなければならなくなったことがあったからで、ただ童心が深いためばかりではないらしい。 薫は自分が罪の子であるということをおぼつかなくも知ってくるとともに頓腺の念が切に起こった薫はどこと取り立てて美しくはなかったけれどもただなんとなく品の良い優美なところがあったそれにその体には不思議にもこの世のものとは思われないような よい香りがついていて、遠く隔てたところまでもこの人の追い風はにおってきた。これをうらやましく思った兵部卿の宮は、朝夕様々の世に優れた香をたきしめることに浮き身をやつして、庭にもにおいの高い花の咲く木や花ばかりを植えた。 におう兵部郷、かおる中将という名はしばしば娘を持った親たちの噂にのぼった。いくら用をいとっていると言っても、宮が恋い焦がれている霊泉院の女一宮には、同じ家に住んでいる香るは人知れず心を悩まさずにはいられなかった。 薫は十9の年に三義となって近衛中将を兼ねた勾梅今の安土大納言は父の弟の次男で亡くなった柏木の次の弟であった薪柱は兵部卿の宮がお隠れになってから ここの人の人ところへ再園してきて、きすでにその間には一人の男の子さえ生まれていた。大納言の家には前の妻の産んだのが二人と、薪柱が連れ子をしてきたのが一人と、同じくらいの大きさの姫が三人あって、三人とも揃って美しかった。 宮中に仕えるようにというご沙汰があったのを幸いに、大納言は自分のこの上の姫を東宮の女吾に出すことにした。十七八のかわいらしい顔をした女であった。次の姫もただの男にやるのは惜しいような気がして、大納言は心ひそかに兵部卿の宮を望んでいた。 宮も宮中などで大納言の男の子を見かけると、いつもそばへ呼び寄せては戯れる相手にして、弟だけを見ているのは嫌だと私が言っていたと大納言に言ってくれ、と冗談のように言われることもあった。巻柱の連れっ子の姫は東の殿に住んでいたが、いたって内気な人で、 母ともまともに顔を見合わすことができないほどであった。それだから父の大納言もまだ一度も顔を見たことがなかったので、ある日東野殿に出かけて行って、そのあまりに他人がましいのを責めた後で、ことを聞かせてくれと言った。姫はこうじながらもつま引きで、 低いを立て始めた。ちょうどそこへ大納言の男の子がこれから宮中へ行くのい姿で来て笛を吹いた。大納言はこの時ふと円に近く勾配が咲いているのを見てその枝を折って兵部卿の宮に差し上げるようにと言った。 くれないの紙に書いた歌とともに我が子に託した。自分が子供の自分、このくらいのわらわでよく源氏の君のそばに行ったことを大納言は裏なしく思い出した。におうみやはちょうど清涼殿の中宮の殿いどころから下がってくるところであったが、 大納言の子を見つけて近寄ってきて、いつものように優しく言葉をかけた。そばに人がいなくなったので、東の姫によろしく言ってくれ、などと言っていたが、大納言から送られたばいを見ても、何かと姫のことを言われるのであった。その夜、そこに引き止められて、 宮のところに泊まった大納言の子は、こういう良い匂いのする人のそばに寝るのを子供心にも嬉しく思った。東の姫はもうかなり年もたけて情を知る頃になっているので、二う宮の恋に心を動かされないということはなかった。しかし、か 父のない心細さがなんとなく胸を離れないでそういうことから遠ざかっていた。人目を忍んでくるふみにたとえ儚いことでも返事をしないでいると恋はかえってそれがために募っていった。こっちでこんな恋をしていながらも宮が宇治の八宮の姫のところへ 道が遠いのもいとわずに通ってゆくことを知っているまきばしらは、頼もしくないお心だと思って、そのあだなさけが恨めしかった。